マルサンホビー動画チャンネルです。5月2日入荷の、プラモデルの、新製品再入荷品と、ミニカーの、新製品などが、入荷しております。本日は、各メーカーの、スケールモデルや、バンダイの、プラモデル、さらには久しぶりにバンダイの、キャラクター商品で、入荷した商品とかもございますので、ぜひご覧になってください。こちらは、バンダイの144分の1スケールハイグレード、ザク3になります。こちらの方は、ダブルゼータガンダムの時に登場しました、ザクの発展型の一つになります。今度のモデルの方は非常に武器も多彩になっておりまして、ザクとしてビームライフルをつけたり、あと腰のところのアーマーにはビームキャノンが仕込んだりしております。さらには、装甲や、足のところの、ボリュームなども非常に大きくなっております。一応こちらの方がメーカーで組み立てしたイメージ写真になっておりまして、こちらの方が、各部のアクションになっております。こういったビームライフル、ビームキャノンとか、あとバックパックも非常に大型化されており、ショルダーアーマーや他のところもボリュームアップされております。で、中に入っている、パーツがこちらの方になります。こういったポリキャップや、本体の白いパーツ、あと赤い部品なども入っておりまして、でこちらには、グレーの、まあ後ろのアーマーの部分やバーニアが入っており、ここにはさらに濃い、グレーで、パイプのところやメカの部分などが入っています。で。こちらのところにはバックパックや武装の、グレーパーツ、あとこちらには本体のところに使う、グレーパーツが入っています。こちらはレジェンド BB シリーズの、ナイトガンダムになります。SD サイズのこのディフォルメしたガンダムを中世の騎士のイメージで制作したモデルになっております。こちらがメーカーで、組み立て完成させたイメージになっておりますけれども、こちらの方は後ろのパーツを、展開することによって、ケンタウルス、バージョンにもなるようになっております。あと装備の方は外せて、軽装モードもできます。で中に入っている部品がこちらになりまして、こういったメッキの兜の部分の部品や、あと、マントのところの赤い部品、あとポリキャップ、で体の、銀色のパーツやアンテナなどの黄色い部品が入っておりまして、で目のところにはこういった表情豊かなシールが入っております。あとボールジョイントや青い、体に使う部品と、こちらはシルバーの装甲の、部品が入っています。こちらもバンダイの、レジェンド BB シリーズになります。武者ガンダムになります。当初から、武者シリーズのガンダムはいろいろ出ておりますけれども、今回のこちらのモデルはレジェンド BB シリーズの方でまたさらにリニューアルしたモデルになっております。でこちらが、メーカーで組み立て完成したモデルになっております。武装の方のちょっとこう組み合わせにより、こう足軽ジムを作ったりとか、普通のこの装備を搭載した武者ガンダム、あとは武者ガンダムの状態で軽装したタイプなどもあります。で、中に入っている部品がこちらになりまして、こちらにはこうシールなども入っており、目の方もいろいろ表情豊かなものがついております。で、こちらの方の黒い部品は体や武器、あとこう兜の部分などが入っておりまして、でこちらには、金色の、装飾のパーツの部分や、あとこちらには頭の白い部分と、あと刀などの武器の部品が入ってまして、でこちらのアンテナの、シルバーメッキの部品と、あとポリキャップ、あと、こう装甲の赤い部品がここに入っています。こちらも久しぶりに入荷になります、リアルグレードの、エヴァンゲリオン初号機になります。こちらのモデルは、リアルグレードの方でエヴァンゲリオンのさらにまたこう可動とかポージングなどを、こう極限までに追求しました、プラモデルキットになっております。でこちらの方がメーカーで組み立て、したイメージ写真になっておりますけれども、まず大きな特徴としては手足などをこう曲げますとこう体のこう動きに合わせてこう筋肉とかがこう、盛り上がったりするようなイメージでこうパーツが稼働したりするところが一つの特徴になります。さらには一つ一つの部品が全てこう別の風にこう色付けされたプラスチックを使っておりますので、組み立てただけでほぼこのエヴァンゲリオンの、カラーリングを再現できる、プラスチックキットになっております。でこちらの中に入っている、プラパーツがこのようになっておりまして、こうやってインサート成形でもうこう一つのこうパーツでこの複数の色を再現したパーツもあります。こちらには、リアリスティックシールが入っておりまして、こうやってメタルの、輝きのあるシールが入っており、あとはこう武器のパーツや、あとこの、紫色の手のパーツ、あとここにはエントリープラグなど部品が入っております。そしてこちらの方には装甲の、紫色と緑色が入ってまして、ここはな、まあ、体のこう黒い部分の、部品になります。でこちらには、こう、クリアのパーツや、あとこのプラグの部分の接続パーツ、あと赤い部分の部品と、あとここにはオレンジ色の、部品と、ちょっとこうシルバーの、部品が入っておりまして、こちらには、ケーブルのリード線と、まあ、体に使う、黒い部品と、あとこの装甲の、紫の部品があります。
こちらは、フィギュアライズスタンダードの、ドランゴーボールシリーズの、ブルマのバイクになります。こちらのモデルはこの、コミックの表紙になりそうなこの、絵柄がこう書かれているパッケージにこの中に入っているオートバイがこちらのような形になっております。鳥山明氏の、こうデザインによるこのオートバイですね。非常にその、こう実写とアニメがこう融合したこうバランスの取れた形になっております。でブルマのフィギュアもついておりまして、こちらのオートバイのタイプやこの、ロボットのような状態、あとこのようなちょっとこう、車の椅子みたいなような形状の移動の、モードなどに3段階に変化できるようになっております。で中に入っている、部品の方が、こちらになるんですけれども、こういった、スポークや、マフラーの部分がメッキーパーツになっておりまして、でこちらの方が、カウリングやフレームなどのグリーンの部品になります。でこちらにはブルマのこの、フィギュアとかの体の部品の足とか、胸の部分ですね、あとリボンなどの、部品がついておりまして、でこちらには、バイクのシートの部分と、この、アーム類の部品が入ってます。あとこちらの、タイヤはゴム製になっておりまして、であとこういった、クリアの、スタンドと、あとこの風防やライトのパーツが入っています。あとこちらには、シールと、オートバイの、パーツと、あとこのシルバーのこの、エンジンとか駆動系のところの、部品が入っておりまして、こちらにはブルマのこの、体の肌色の部分と、あとボールジョイント、あとデカールの方が入っております。そしてこちらには、ブルマの、髪の毛の部分と、あとこちらにもオートバイのメカの部分が入っています。こちらも久しぶりに入荷しました、バンダイのパーフェクトグレードシリーズの、ゼータガンダムになります。こちらは60分の1の大型のプラモデルになっておりまして、前後だけでも、33センチぐらいの、寸法になります。でこの大きさでさらにこうモビルスーツからウェーブライダーの方に、変形する機能もついております。これパッケージの方が全部このブルーのパッケージになってまして、一応こちらの方がちょっと白抜きですけども、モビルスーツと、こうウェーブライダーの変形した時のこの絵が描いてあります。で中に入っている、パーツの方が、こちらの方の、ものになりまして、これ2つパーツの方の車庫がありまして、まずこちらの方の絵柄のパーツがあります。で中に入っているのはこのようになっておりまして、一応これがウェーブライダーの時のこのランディングギアのところは金属製のパーツになっております。でビームサーベルがこう発光式になっておりまして、こちらの方に発光用の電池の方も入っております。で中の方のちょっとパーツの方はこちらになりまして、こういった白い足の部分の、パーツと、あとこのメカの部分の部品ですね。でこちらの方には足とかに使う赤い部品が入っております。でこちらには体ですね、胸の部分とか背中のところの青い部品と、あとこちらにはアンテナや首周り、ダクトなどの、オレンジ色のパーツ、あとこちらはメカのところのグレーのパーツがありまして、こちらも同じくこのメカの部分のパーツになります。でこちらにはシリンダー部分のパーツと、あとこのウェーブライダーのこの羽の部分の赤い部品が入っています。でこちらには逆にこうシールドやコックピットの赤い部品とフレームの、グレーパーツがありまして、こちらにはスタビライザーの部分の部品と、あとこちらにもメカのところに使う部品が入ってます。でこちらにはビームライフル等の青い部品と、あとこの、フレームのグレーの部品が入っておりまして、あとこちらの方にはこう、金具類やバネ、そういったもののこう金属部品などが入っております。でもう一つの箱の方が、こちらになりまして、今度はこのウェーブライダーの絵柄のこの箱が入っております。でこちらの方の中の部品はですね、こちらになりまして、今度はシリンダーの方の中の方になるメッキの部品と、あとこの青い、体のところに使う部品で、これが腕とか肩とかのですね部品が入ってます。でこれが、白い方の走行パーツで、これは、顔やあとこう腰アーマーなどの部品が入っています。でこちらにもこうフレームのグレーパーツ、あとこう透明の部品や、あとこの指の部品ですね。でこれが、後ろのこの、バックパックのところについてる羽の部分の大元の大きいところです。でこちらにもは足とかに腕に使う、白い部品と、こちらにもこの、ウィングのところに使う、青い部品、大きいのが入ってます。でこちらは、ポリキャップになります。でこちらには、ビームサーベルのエフェクト部品と、あと、メカの部分のグレーパーツが入っておりまして、
こちらの方には、まあ、同じまたこうネジ関係の、部品が入ってます。あと、こちらの方にはあの水転車デカールと、こうリード線、あとシルバーの、あのシーと LED などもこちらの方に入っています。で次に、ご紹介します商品が、こちらになりまして、こちらの方は、マスターグレードシリーズの、100分の1スケールリックドムになります。こちらはプレミアムバンダイでドワッチの方が発売されまして、そちらの方の、関節などを移植しました、まあ、バージョン 1.5 にはならないんですけどリファイン版の、ドムになっております。ですのでこう肘の動きや体の動きなどの、幅が前回出てましたドムよりも動くようになっております。で中に入っているこちらのキット、これが組み立てたモデルになっておりますけれども、こちらの方でモノアイの方は頭部を外せばこう動かすことができます。で武装としてはビームバズーカーと、ジャイアントバズ、あとこのヒートサーベルなどが中入っております。であとこちらの方ですね、これも一部アクションの、説明になっておりますけれども、パーツの方も非常にこうマスターグレードでボリューム感があって迫力のある、ドムのキットになります。で中に入っている、部品が、こちらの方になります。まずは、この中に入っている、部品の方で、こちらの方が、ヒートサーベルの方の黄色い部品や体のところの、グレーパーツ、あと肩とかに使う、黒い部品と、あとモノアイの、クリアパーツですね、これが入っておりまして、あとこちらには、このジュエルシールですね、この赤いのが入っておりまして、で紫色の装甲パーツと、あと、ポリチャップ、あとこのグレーのこのバズーカーなどの入っている部品があります。でこちらにも紫色の、装甲パーツと、あと、関節などの、こうグレーパーツになりまして、でこれが、赤い部品の方がよく肩や足の内側ですね、こうそこの辺の部品になっております。でこちらにもポリチャップが入っています。でこちらには、黒い部品で頭部やスカート、肩などが入っており、こちらのグレーの部品が足の裏の部分や後ろのバックパックのところになります。でこちらが、まあ、腕とかの、紫色の部品が入ってまして、でこちらには足の紫パーツと、あと足の、部分の黒いパーツなどが入ってます。でこちらには水転車デカールが入ってまして、あとこの、中の機械のところのグレーパーツがあります。こちらにも足の紫パーツと、あとビームバズの部品が入ってます。でこちらにはこの MS ジョイントのこの指パーツ、あと、胴体などに使っているこのグレーパーツが入っています。こちらも、関節とかに使うグレーパーツになります。こちらはマスターグレードの、ハイニューガンドムバージョン KA になります。こちらの方は小説版の逆襲のシャアでアムロが登場する、ニューガンダムの方になっております。ですので通常のニューガンダムとさらにちょっとこうデザインが、異なっております。で中に入っているこう組パ、キットを組み立てたこちらがイメージ写真になっておりますけれども、ファンネルやビームライフル、シールド、あとハイパーバズーカーと、あとビームサーベルなどがついております。で、ファンネルの方は後ろのこの、コンテナのところに3本ずつつくような形状になっております。であとこちらの方が専用のスタンドがついておりまして、でファンネルの方をこう切り離してこう、空中の方でこう飛んでるように再現できる、ディスプレイスタンドの方も入っております。まずはこのコックピットのところのクリアグリーンなどのパーツがありまして、あとこう体の、紫色のところの部品ですね、あとこのダクトや連邦マークのオレンジ色の部品があります。でこちらの方は、白い装甲パーツになってまして、頭部や腰アーマーやこう体の部分ですねが入っております。あとこちらにはグレーのフレームの部品になります。こちらもグレーの、フレーム部品が同じランナーが2枚入っていまして、でこちらは、白い装甲パーツで、まあ、足とかに使っている、部品が主になると思います。でこちらは、グレーの、フレーム部品です。でこちらは、紫色の、まあ、体の部品とかになってまして、まあ、スタビライザーとか足などの部品がここに入っています。でこちらにはパネルの白い部分の、部品のランナーが2枚入っています。こちらは、シールドや、あとビームライフルの、グレーパーツ、あとこれがシールドやバズーカー、ライフルの白い部品などが入っています。でここには、プロペラントタンクや、まあ、ファンネルの部品の方が入っていまして、でここにもファンネルの、部品が入っています。でこちらには薄いグレーの、部品が入ってまして、でここには、MS ジョイントの指と、ビームサーベルのエフェクトパーツ、あとポリキャップがあります。でこちらが専用のスタンドパーツになってまして、この細いのがファンネルを支える方の、部品になっています。
で、この紫色のグラデーションの部分はこういった水天写シールになっておりまして、それ他にもコーションデカールや、あとこのメタルシールなども入っています。こちらマスターグレードの、100分の1スケールの、ユニコーンガンダム2号機、バンシーになります。こちらの方は機動戦士ガンダムユニコーンに、登場します。もう1機 の、 ユニコーンガンダムになっております。で、地上戦の時に使用されたモデルになっておりまして、腕 の、 ところの装備がノルンとちょっとまた違うようになっております。で、こちらが、メーカーで塗装組み立てしたイメージ写真になっておりますけれども、デストロイモードとユニコーンモードへの変身は可能になっております。で、武器の方も収納状態から展開式になっておりますね。この、ビーム砲とあとクローの方は、展開できるようになっております。で、中の、部品が、こちらになっておりまして、こういった、シール類が入っておりまして、あとこう体や頭の部分の、ちょっとこう黒っぽいパーツが入っております。あとこちらの方が、サイコフレームのこうクリアオレンジの、部品になります。で、こちらにも同じくこうサイコフレームのオレンジ部品が入ってまして、で、これもサイコフレームのオレンジ部品です。で、こちらが、ビームサーベルのエフェクトパーツと装甲の、こう黒い部品が入っております。あとこと黄色いアンテナの部分や首周りの部品が入っておりまして、で、この辺が、まあ、足などに使う、濃い、ブルーの部品ですね。で、こちらの方もちょっとこう黒い、ごめんなさい、青い部品と、あとポリキャップ、ごめんなさい、これは、普通のグレーの部品ですね。そして、あとこちらも装甲の、濃いブルーの、部品が入っております。で、こちらも、装甲系だと思うんですけど、ブルーの部品がありまして、で、ここはバックパックの部品や足のところですね。で、この、フレームなどのグレーの部品があります。で、こちらの方も、フレームの、グレーのパーツになりまして、で、こちらの方もフレームの、グレーのパーツなどと、あと指などが入っています。で、次に、ご紹介しますのがこちらの方も、マスターグレードシリーズになります。100分の1スケールの、グフカスタムになります。こちらの方は、MS-08 小隊の方に登場しますグフの方になっておりまして、一年戦争前に出ましたグフとはちょっとまた形が違います。大きな、まあ、ちょっと違いとしてはこのシールドにこのシールドガトリングがついたりとか、あと、手のところについてるヒートロッドの方が、普通のグフよりも細い、こう、リード線のような状態の、方に変わっております。で、こちらが、メーカーで、そう組み立てしたイメージ写真になっております。モノアイの方は、頭部のパーツを外すことによって、こう、稼働ができるようになっておりまして、コックピットハッチなども、開閉できるようになっております。で、中のキットは、こちらの方に、なりますけれども、よし。まず、こちらの方には、シール類と、胴体に使うこの青い部品と、あとこのフレームのグレーの部品があります。で、こちらには足と肩などの薄いブルーの部品が入っておりまして、で、ここには、ノリスのフィギュアと、あと足に使う、濃いグレーのパーツが入ってます。で、ここが、この動力パイプのに使う、このちっちゃいこうブルーの部品と、あとネジがありまして、で、こちらの方にはポリキャップが入っています。で、こちらの方は、指などのグレーパーツや、あと、こう、この動力パイプの芯になる部分が入ってまして、あと、こちらには、フレームのグレーのパーツが入っています。で、こちらの方は、足とかシールド、頭部に使う、薄いブルーの部品と、あと、このフレームのグレーパーツと、あと、こちらには、ヒートロッド用のリード線、あと、このモノアイのところに使う、クリア部品などが入っておりまして、あと足とか手に使うブルーのパーツ、あとこちらの方のグレーパーツは、まあ、主に武装パーツになっておりまして、ガトリングパーツや、あとこのヒートサーベル、そういったものの、部品が入っています。次に、ご紹介しますのは、こちらの方になります。こちらもマスターグレードシリーズの、100分の1スケールガンダムデスサイズエンドレスワルツ仕様になっております。こちらの方は、アニメで出ておりましたデスサイズと、ちょっとこう、デザインの異なる、エンドレスワルツ版の方になっております。で、こちらが、メーカーで塗装を組み立てした、イメージ写真になっておりまして、この特徴的な、大型のビームサイズを持っております。で、中に入っている、部品の方が、こちらになります。こちらには、シール類や、あと頭部、あとこう、体、そういったところに使う白や赤、グレーの、部品が入っておりまして、で、こちらの方には、オレンジ色の、部品が入っております。そして、ここの濃い、ブルーのパーツが、体や、手とか足の使う部品になっておりまして。
で、ここにもちょっと濃いブルーのパーツと、あと白い、この足に使う、白い部品が入っております。で、こちらの方には足に使う濃いブルーの部品が入ってまして、で、こちらにはポリキャップと、この白い部品の方も、これ主にやっぱり足とかに使う方が多いと思います。あと、こちらが、ビームサイズのエフェクトパーツがありまして、これが、もう一つ、シールドの方にも使うエフェクトパーツもついております。あと、ビームサイズの部品などもここに入っております。でここが、フレームのグレーパーツになってまして、でこちらにもフレームの、グレーパーツが入っています。こちらも100分の1スケールマスターグレードの、ガンダムアストレイレッドフレーム回になります。こちらのモデルは、機動戦士ガンダムアストレイの、外伝の方に登場します、モビルスーツになっていまして、そちらのまた、改良型のタイプになっております。でこちらがメーカーで、組み立て塗装したイメージ写真になっておりますけれども、この装備の方に、この、背中のバックパックの部分が閉経しまして、このソードフォームやアローフォーム、あとは、こうフライトフォームなど、いろいろこうパーツの方を組み替えて遊ぶことができるようになっております。中に入っている、部品の方はこちらになりまして、まずこちらの方ですね。実体験の方は、メッキパーツになっておりまして、こう、非常に美しい仕上がりになっております。あと、シールや、体の部分に使うこの赤い部品や、このグレーの部品などがここに入っております。でこちらには、こう、刀のこのツバの部分などの、部品が入っており、肩の白い装甲や、あと体のフレームの部分の赤いパーツなどが入っております。でこちらの方には、こうバックパックなどに使うグレーパーツと、あとフレームなどに使う赤いパーツが入っています。でこちらも、赤い部品や装甲の白い、部品が入っています。でこの辺は、こう足とかに使ったりする、グレーのパーツとか、あとこの辺が、赤い、フレーム系のパーツになっております。でこちらにも、こうグレーのパーツ と、赤いパーツで、これはバックパックの方になると思います。でここには薄いグレーのパーツと刀の鞘の部品が入っていまして、こちらの方には、体の、白い装甲パーツと、あとネジや、あと専用に飾れるこのアクションベースの、赤い部品が入っています。こちらポリキャップもがこう赤い成形色になっておりまして、ここにはビームライフルなどの武装パーツが入っています。あとここには、ビームライフルのエフェクトパーツと、こう、武装や関節などに使う、グレーのパーツが入っています。こちらマスターグレードシリーズ100分の1スケール、ユニコーンガンダムになります。こちらの方は本当に久しぶりに入ってきた、モデルになっておりまして、小説版の方のユニコーンガンダムがベースになっております。ですので、頭部のところにこう、ここにバルカンポットがない、ヘッドパーツになっておりますので、アニメ版と比べますと、その辺で違いがわかるようになっております。で、こちらの方が、メーカーで塗装組み立てしたイメージ写真になっておりますけれども、このユニコーンモードから、デストロイモードへの変身はできるようになっております。さらに武装としては、バズーカ、ビームマグナム、あとシールド、ビームサーベルなどが入っております。で、中に入っている部品はこちらの方になります。まずはこちらの方が、サイコフレームの、クリアーのパーツになります。あとこちらには、白い、足などの装甲パーツがありまして、で、このバージョン KA シリーズですと、こういった水転車、の、こう、コーションシールの方が入っております。で、こちらの方には、その他に使う、こう、シールなども入っておりまして、あと、頭部や、腰のアーマーなどの白い部品が入っております。で、こちらにも、サイコフレームの、部品と、あと、この、武装の方ですね、バズーカーとか、ビームマグナムの、部品などがここに入っております。で、こちらには、フレーム系のグレーパーツが入っておりまして、で、足やバックパックの青い部品と、あとこのグレーの、フレームパーツと、あとこの白い部品は主にこう腕関係の方の、部品になります。でこちらには青い、部品と、あとこの薄いグレーの、部品が入っております。でこちらにもこうフレームのグレー部品が入ってまして、であとこちらにはビームサーベルのエフェクトパーツや、あとシールドなどの、部品が入っています。次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方は、同じくマスターグレードの100分の1スケール、ニューガンダムの、バージョン KA になります。こちらのモデルは、過渡期版の方の、ニューガンダムになりまして、またこう新解釈で、この、サイコフレームが展開するという発動モードを選べるようになっております。パーツの方は、スライドや一部、装甲を外すことによって、その発動モードというのができるようになっております。でここがメーカーで組み立てたイメージ写真になっておりまして、ファンネルは6機とも全部分離できまして、こう動くようになっております。
さらにはビームサーベル、ビームライフル、ビームサーベル、あとハイパーバズーカ、シールドなどの、こう武装パーツも、豊富に揃っております。で、中に入っている、部品が、こちらになっておりまして、この辺が、こう、シルバーのシールや、あとこの、ちょっと見えないんですけど、ここに水天車のコーションシールなどが入っております。あとシールドやバズーカ、ライフル、あと、体に使う、白い部品がここに入っておりまして、こちらには、体の部分の濃いブルーの部品やバズーカ、あとシールドに使う部品が入っております。こちらは、フレームの、グレーの部品になっておりまして、こちらには MS ジョイント式の指のパーツ、あとはファンネルや足、手などに使う白い装甲パーツが入っております。でこちらの方にはファンネルや足などに使う濃いブルーのパーツが入っています。でこちらには同じくファンネルに使う黄色い部品や体に使う黄色い部品、あとは専用のこのスタンドがついておりまして、この細いスタンドを使うことによってファンネルを支えてこう射出している状態が再現できるようになります。あとこちらの方にはフレームのグレーパーツが入っています。あとこちらにはビーム、サーベルのエフェクト部品と、あとこの辺も黄色いファンネルや体に使う、部品が入っておりまして、あとここにはサイコフレーム用のクリアグリーンの部品が入っています。こちらには体に使う赤い部品と、あと、白い部品がありまして、でここにも白い装甲パーツと、あとポリキャップとサイコフレームのグリーンのパーツがあります。こちらにはフレームに使う、グレーのパーツと、あとこの台座のところのこの、マークの形をした、黒い台座がついております。こちらが、お店の方で、全塗装して完成させたモデルになっております。装甲をスライドしパージした状態のこの発動モードでこちらの方は組み立ててあります。こういったパーツの一部一部がこう色が変わったりとか、あとこうスライドしてるパーツなどもありますし、あとこの、コーションシールをこう貼ることによって全体が非常にこう引き締まった、こう感じになっております。ファンネルもこう6機全部この、背中のところにマウントできるようになっておりまして、非常にこのニューガンダムの新しいデザインにこうマッチしている、状態になっております。こちらは、バンダイのハイグレードシリーズ144分の1スケールの、フルアーマーユニコーンガンダムになっております。こちらのモデルは最終形成の時の、サイコフレームが、グリーンに輝いた、時の仕様になっておりまして、さらには武装の方が、こうてんこ盛りになっております。バズーカーやミサイルポット、あと、ビームガトリングとか、シールドも3枚ついておりまして、さらには大型の、プロペラントタンク、さらにはビームアックスなども入っております。でこちらの方がメーカーで組み立て完成させたイメージ写真になっております。そしてこちらの方が、各、こう武装などの、説明とかにもなっておりますけれども、ビームガトリングの方はこう専用のディスプレイがついておりますので、これでこういうふうに射出した状態なども、再現できるようになっております。で中に入っている、部品の方はこちらになるんですけれども、こういったこうシールや、あとこうグレーのフレームパーツや、あとこのサイコフレームのグリーンのパーツ、あとここにはその専用のスタンドが入っております。でこちらにはビームサーベルのエフェクトパーツや体やシールドなどに使う、白い部品が入ってまして、でこちらには緑色の、サイコフレームのパーツが入っております。でこちらにはビームマグナムなどの、武装や、あと足のグレーパーツ、あと体のグレーパーツなどが入ってまして、でここにはミサイルやバズーカのところの赤い部品、あとこのグリーンの部品や、あとこのようなグレーの部品も入っております。こちらには白い装甲パーツで、足や手、そういったところのが入っていると思われます。そして、こちらには大型の、プロペラントタンクの、部品や、あとシールドがついておりまして、でここにはビームガトリングやバズーカなどの武装パーツが入っています。こちらの名の方にもシールドやプロペラントタンクが入っておりまして、ここにもビームガトリングとバズーカーの部品が入っております。次にご紹介しますのはこちらの方が、エントリーグレードシリーズの、ニューガンダムになっております。こちらのモデルは組み立てに工具が不要で、あと接着剤も不要でパチパチ組み立てられる非常にこう組み立てやすいプラスティックモデルになっております。でさらにパーツ分割がしっかりしておりますので、こういったように様々な色が分かれた部品で作ってますから、組み立てただけでもイメージに近いカラーリングを再現できるようになっております。でこちらが中に入っている部品になりますけれども、顔に使う緑色のパーツやフレームのグレーのパーツ、あと白い手や足、頭などに使う、白い部品や、あとこちらの方には、シールや、あと体の赤い部分、あと体
などに使う濃いブルーの部品やアンテナとかに使う黄色い部品、あとシールドもありまして、でこちらの裏にもあのこう黄色い部品と足とかの濃いブルーの部品と、あとビームライフルの部品などが入っています。こちらは、バンダイの144分の1スケールの、ガンダムバルバトスになります。こちらは、鉄血ドゴリフェンズに、登場します、あの主人公が乗る、ガンダムになります。でこちらがメーカーで組み立てした、モデルになっておりまして、武器としてはあのこういった、相手をこう殴るこう、ハンマー状のパーツや、あと剣などもついておりまして、あとはあの他の、別売りのモビルスーツからパーツを取ってこうオリジナルのこう仕様も作ることができるようになっております。あと中に入っている、部品がこちらになります。こちらにはあの黄色い部分と、あと足などの、赤、あと体の青の部品、あと、装甲パーツの白い部品が入っておりまして、でこちらの方が、まあ、ガンダムに共通しますけれども、このガンダムフレームというあの中のフレームパーツの方がこのグレーのパーツになっております。あとはシールやあのポリキャップがついております。そしてこちらの方ですけれども、あの完成させましたものが、こちらになるんですが、これちょっとあの第1話に登場したのをイメージして組み立ててありますので、ちょっとわざとこう、こう汚しやしたりとか肩のパーツを外したり、あの左腕のところの、この装甲パーツなどがちょっと変えてありますけれども、こういったようなあの状況、あの状態になっております。で胴体の方はこういったすごいこう、あのもうメカがそのままむき出しになったようなあのフレーム構造になっておりまして、非常にこの動きが大きく取れるようになっております。で腕などもそうですが、非常にこう大きく、足も大きくこう動くようになっておりまして、あの、まあ、あの世界観でいう、こう相手をこう殴ったり切ったりとかして戦うシーンなんかをこういったプラモデルで再現できるようになっております。こちらは、ハイグレードの144分の1スケールの、ブリッツガンダムになります。こちらはガンダムシードに登場しました、あのこう、コロニー側が、連合からあの奪取したモビルスーツの、一つになります。特殊装備としてあのミラージュコロイドという装備がありまして、そちらの方でこのステルス状態になりまして、まあ、相手に気づかれないで近づくというあの装備がついております。あとこちらの方がメーカーで組み立てした、写真になっておりますけれども、この、グレープニールの方はあの射出状態をこのリード線で、再現できるようになっております。で中に入っている、パーツがこちらの方になりまして、色のついてないところはあのシールで再現できるようになっております。あと、黒い部品やあのグレー赤の部品があり、この爪の部分はあの閉じた状態と展開した状態が再現できるようになっております。そしてこちらにはあのシールと、あと体に使う、黒い、パーツですね、もう手足や体などがありまして、あとポリキャップも入っております。あとこちらにはグレーのパーツが一つと、あと、リード線と、あとこの紫色の、部品が入っています。で次にご紹介しますのはこちらの方が、バンダイの144分の1スケールの、ハイグレードの、ラゴーになります。こちらの方はガンダムシードに登場しましたあのバルドフェルドがあの登場します、バクーの、カスタム機になります。でこちらのモデルが、写真が、メーカーで塗装組み立てしたモデルになっておりますけど、こういったあの四つ足状態と足をたたんだあのこの、タンクの状態で走る、状態を再現できるようになっております。でこちらの方が中に入っている部品になりまして、このビームサーベルのエフェクト部品やあのこの、背中の大砲などのこう黒い部品、あと白や黄色の、部品と、あとシールが入っておりまして、でこちらの方にはあの足のところに使うあのキャタピラの部分のこの、ゴム製のパーツが入っておりまして、あと本体に使う、オレンジ色の部品やシールが入っております。あとこちらには、畳んだ状態の足のパーツが入っておりまして、でこちらも同じランナーが入っております。でこちらには、こう関節などに使う、グレーのパーツが入っております。で次に、ご紹介しますのがこちらも、ハイグレード144分の1スケールのジンクスになります。こちら機動戦士ガンダム00に登場します、モビルスーツになりまして、ソレスタルビーイングを監視するあの機構の方が、あの、密かに、作っておりました疑似対応炉を、搭載したモビルスーツになっております。こちらがメーカーで組み立て完成させたモデルになっておりますけれども、ライフルの方は組み替え式になっておりまして、このショートタイプとロングタイプとあの変更できるようになっております。あとはビームサーベルなどの武装もついております。でこちらの方の中の部品が、これになってまして、こういったあのポリキャップや、あと白い装甲の部品、あとビームサーベルのエフェクトパーツ、あと手や武器のグレーのパーツ、あとこちらの方には色のついてないところをシールで再現するようになっておりまして、あとはあのこう体のや関節に使う、グレーのパーツで、こちらの方はそれより薄いグレーの、こう足や、腰などに使う、部品が入っております。次にご紹介しますのは、こちらの方が、リアルグレードシリーズの
エヴァンゲリオンの、試作0号機になります。こちらのモデルは、リアルグレードでエヴァンゲリオンの方をシリーズ化しておりまして、さらにこの機構の方を新しく見直したモデルになっております。でこちらがメーカーで組み立てたイメージ写真になっておりますけれども、肩の、部分はこの、プログレッシブナイフが入る部分が、ない状態とある状態が選択できるようになっております。あと手や足の方は動かすことによって筋肉のこの盛り上がりなどを再現できるような、スライド走行システムになっております。さらには色プラによりまして、組み立てただけでほぼこのカラーリングが再現できる設計になっております。で中の部品が、こちらの方になります。まずはこういったシールが入っておりまして、こちらの方がリアリスティックシールでこうキラキラした、シールが入っております。あとは、この体に使う緑や黄色、赤、オレンジなどの部品が入っておりまして、こちらの方にはグレーや白の、部品が入っております。こちらには頭のところのこの、レンズの部分のクリアグリーンのパーツがあります。あとちょっとこう小豆色っぽいような部品が入っておりまして、こちらにはグレーと白の部品が入っています。こちらは、まあ手などに使う黄色い部品などが入ってまして、あとこれが、またちょっと薄いこうグレーの部品が入っています。この辺も手の、部品や、あとこのクリアレッドの部品、あとこの、まあ、手足などに使う、部品が入っておりまして、ここにはこう、背中の電源ケーブル用のコンセントのパーツや、白い、パーツが入っております。ここにもオレンジ色の走行パーツと、赤い、部品などが入っておりまして、あとここが、ケーブル充電ケーブルのリード線と、あと、ライフルなどの武器の部品、あと手の、こういろいろ開いたパーツや、あとエントリープラグ、あとこの関節などの、部品がここに入っています。で次にご紹介しますのはこちらの方も映画リアルグレードシリーズの、ガオガイガーになります。こちらの方は4体のロボットが、合体しまして、こういった、ガオガイガーという、形になるようになっております。武器としてはディバイディングドライバーなどもセットされております。でこちらがメーカーで組み立てたちょっとこう説明のイメージ写真になっておりますけれども、こういったギャレオンとかステルスガオ、あとライナーガオ、ドリルガオなどが、合体して、ガオガイガーになりまして、さらにこう部品の方をいろいろ組み替えることによって別のこうバージョンなども作れるようになっております。で中の方の、部品がこちらの方になります。こちらにはまず、このシールや、リード線が入っておりまして、白い、この部品が入っております。でこちらには、ライナーガオの青い部品やドリルガオなどに使うような、赤い部品なども入っており、こちらには手の MS ジョイントのパーツが入っております。でこちらには、武器のディバイディングドライバーや、あとこう黄色いこう胸のところの獅子の部分なども部品が入っております。でこの辺は腕や足などに使う、部品などが入っている。これが背中のがステルス顔の部品になっています。ここにも、白い、バーツと、あと、こうフレームなど のグレーの部品が入っています。こちらにも赤やちょっと小豆色、シルバーや、あとこの、クリアグリーンの、部品が入っていまして、でここの辺は足のちょっと黒い部品などが入っております。でこちらには金属製シャフトと、あとグレーのこのフレームパーツが入っておりまして、あとこちらにはライナーガオーの部分の、パーツや、このこれが多分ドリルガオーの履帯の部分かと思うんですけども、そういった部品が入っておりまして、これは同じものが2枚入っております。でこちらにはスプリングとディバイディングドライバーのこう金属製のこの部品が入っておりまして、あとこちらにはペット素材のこのエフェクト部品なども入っております。こちらはバンダイの、ハイグレードグレンダイザーのインフィニティバージョンになっております。こちらのモデルはまあ、UFO ロボグレンダイザーというアニメがあったんですけども、それに登場するロボットがマジンガー Z とかグレートマジンガーでインフィニティという映画があったんですけれども、それをイメージしてそれと同じようにこう走行とかに筋彫りのがすごいたくさん入った、感じになっている、デザインでして、一応これがその、完成させたイメージ写真になっておりますが、こういった走行のところにまるでガンプラのようにたくさんのこうモールドを、こう配しておりまして、またちょっとこうイメージがこう違う感じになっております。でこちらの方はあとこういろいろな武装の説明になっておりますけれども、背中につけるダブルスペーサーがあったりとか、このシングルハーケンにしたりダブルハーケンにしたりとか、あとこのスクリュークラッシャーパンチなど、こういったところは部品の、組み替えによってこう再現ができるようになっております。で中に入っている、部品の方はこちらになりまして、こういった白い、まあ、部品とかが入ったのと、あとこの、武器や
股間のところに使う金色の部品、あ、シルバーの部品ですね、が入ったりとか、こちらにも白い部品とかオレンジが入ってまして、で、クリアパーツの方は中のところにモールディングしてありますので、ちょっとこう、光の加減でちょっと変わったような動きをします。でこちらの方にも、まあ、武装や体のところに使うシルバーの部品や、青い部品とメカのグレーの部品がありまして、でこういった、まあ、赤い部品がまたあります。で、この辺が、こう、お腹の部分などがあると思うんですが、それであと、こう、色のついてないところはシールで再現できるようになっておりまして、こちらの方には、まあ、足などの、こう、黒い部品が入ってます。ここには黄色い部品がありまして、ここにも足の黒い部品と、手とかに使う赤い部品があります。で、こちらには青い部品が入ってまして、で、この辺は、足の青い部品や、あと中のこのメカの部品があります。そして、あとこれが、専用のディスプレイスタンドが入ってますので、これで、こう飾ることができるようになっています。そして、次にご紹介しますのは、こちらが、13ミニッツ、ミッションズのシリーズになりまして、オプションパーツセット13のレッグブースターとワイヤレスウェポンになります。こちらの方には、この足につけるこのレッグブースターと背中につける、こう武器が付いてるんですけど、これはまあ俗にこうファンネルみたいなような部品になってます。あと、こちらの方がアチェルビーにまあ取り付けている使用例になっておりますが、他の13ミニッツのロボットなどにも取り付けができるようになっております。で、こちらの方が、中に入っている部品になっておりまして、この辺のレッグブースターのグレーのパーツとか、あとこの辺にワイヤレスパーツの、グレーの部品が入っておりまして、こちらには、各種ジョイントパーツが入っています。こちらにも先ほどと同じような、このワイヤレスベーコンパーツとレッグブースターが入っています。そして、次にご紹介しますのが、こちらの方も13ミニッツミッションのシリーズになります。こちらもオプションパーツセット8のマルチバックパックになります。こちらの方は背中にこう、背負うカーゴと、あとこのトランクのようなタイプのこう収納ケース、あとは武器がセットになった、パーツになっておりまして、でこちらが、使用した例になっておりますが、こういった、13ミニッツのロボットシリーズに、使用して使えるカスタム部品になっております。で中の部品がこちらになります。まあ、こういったグレー単色の部品になっておりますが、このカーゴの部分や武装のパーツが入っておりまして、こちらの方には様々なジョイントパーツとカーゴの蓋やトランク状のこの、収納ケースの部品が入っています。こちらは13ミニッツの、144/1エグザビークルの、装甲突撃メカバージョンになります。こちらの方は、こう重装甲の、ロボットになっておりまして、ちょっとこう卵型のような感じのイメージになっております。あとこちらがメーカーで組み立てた完成見本になりますけれども、頭部のところはこう外してロイロイとして使うこともできます。あといろいろなカスタマイズパーツを使うことによって、こちらのロボットも発展することができます。で、中に入っている部品はこちらになります。まずはこのカメラのところのシールや、あとボールジョイント、あと体の装甲などに使う、こうグリーンの、部品などが入っておりまして、あとこちらの方も、体の、グリーンの部品や、あと足とかのグリーンの部品ですね。で、これが関節とかに使うグレーの、部品になります。次にご紹介しますのは、こちらの方になります。こちらの方も13ミニッツミッションズのシリーズになります。こちらは144/1スケールの、スピナティオリーパー仕様になっております。こちらのモデルは、ちょっとこう細身のこのスピナティアという、こちらがメーカーで完成させたイメージ写真になっておりまして、こういったこう武装をつけてない軽装モードと、あとこの武装をつけた、こう、武装モードができるようになっております。あとは別売りの、13ミニッツミッション系の部品とか使うことによってオリジナルのカスタマイズが可能になります。で、中に入っている部品はこちらになります。このレンズの部分のクリアーパーツと、体に使うこの薄紫のパーツと、あとこちらの方には、ちょっと濃いめの紫色のパーツや、濃い青の部品などが入っておりまして、あとこれは関節とかに使う、ちょっとこう黒系のグレーのパーツが入っております。あとこちらにも、体のこの、ちょっとこう薄紫の部品と、あとボールジョイントのポリ部品、あと、装甲に使う、濃いめのブルーの、パーツが入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方が、ポケットモンスターシリーズになります。こちらは、ポケプラアクションシリーズのピカチュウになります。こちらのモデルは、工具不要で組み立てられる、プラモデルキットになっておりまして、作った後も、関節などがちょっと動いて、アクションが楽しめるものになっております。でこちらが、メーカーで組み立てたイメージ写真になっておりますけれども、こういった、こう、いろいろな、こう、ポージングが、楽しめるようになっております。こちらの方が中に入っている部品になりまして、色のついてないところはシールで再現できるようになっております。あとは、ま、こういったね、ピカチュウのこの黄色い体の部分と、黒いところの部品と、あと、ま、口とか、こう、ほっぺの赤い、部品などがここに入っておりまして、こちらには、この模様のこの、茶色や、尻尾の茶色の部分や、手などが入っております。そして、
こちらの方が次にご紹介しますのもポケモンのプラモデルコレクションのシリーズの、ポケモン、アクションシリーズのガブリアスになります。こちらの方も接着剤不要あと工具不要で組み立てる、プラモデルになっております。こちらがメーカーで組み立てた完成写真になってますけれども、こちらも組み立てた後に口や手足が動いたりするこうアクションで楽しめるようになっております。で中の、キットがこちらの方になっておりまして、こういった手のこうヒレや足の部分のこの青い部品などがありまして、でこちら色のついてないところはシールで再現できるようになっております。あとこの体や頭の青い部品やこの爪などの白い部品、あとお腹の赤い部分や頭のこの黄色い部品などがここに入っています。でこちらの方は、組み立てますとこんなような感じになりまして、これそのまま組み立てた状態です。でこれでこの手の関節がこう動いたり、こういう風に動いたりで、首がこういう風に動いたり、口がこう開け閉めができたりしまして、で足がこういう風に動いたり、尻尾がこういう風に動いたりすることができます。こちらもポケモンのプラモデルです。ポケモンのアクションシリーズのギャラドスになります。こちらの方も、組み立てには工具や接着剤が不要で作れるモデルになっております。でこちらがメーカーで組み立てたイメージ写真になっておりまして、作った後も、こう尻尾の部分とか頭の部分とかが動かせるアクションで楽しめます。で中に入っているパーツが、こちらになりまして、色のついてないところはシールで再現できます。でここには青い、こうヒゲの部分や、あとこのヒレの白や体の黄色い部分の、部品が入ってまして、この頭のちょっとこの角のパーツなども入ってます。あとこちらには、胴体のこの水色の、部品が入っています。でこちらの商品ですけれども、作りますとこんな状態になりまして、こうやって安定させるための土台もついてます。で一応ちょっとこれ外しますけれども、よいしょと。でこれがこういったこう節々でこういう風にいろんな部分がちょっとこう動くようになっておりますので、こういったのでこうヒレの動く、こうあごめんなさい、尻尾の動くアクションが楽しめたり、あと首なども、こういう風にぐるぐるってこう回りますので、向きがこう変えられるようになっています。で次にご紹介しますのはこちらの方が、バンダイのフィギュアライズスタンダードシリーズの、ドラゴンボール Z のフリーザの最終形態になります。こちらの方はフリーザがこうどんどんこう変身していくんですけども、その最終形態になった時に、なった姿になっておりまして、ここは非常にシンプルな、こう姿になっております。でこちらが組み立てたイメージ写真になっておりますけれども、手足がこう動きまして、さまざまなこのアクションポーズが楽しめます。ですのでこうコミックや漫画のところでフリーザがこう動いてた、ようなポージングを再現することができます。で中に入っているパーツがこちらになりまして、ここには、体のちょっとこの濃い、紫の部品と、この、水色の、尻尾などのここには部品が入っておりまして、ここには手や頭、あと胴体などの、この水色の部品や赤い部品が入っております。でこちらの方は、この、アクションの時のスタンドが入っておりまして、でここには、こう、必殺技の時のこのエフェクトパーツなどが入っておりまして、ここには手足などの、こう水色の部品が入っています。そして次にご紹介しますのはこちらの方は、同じく、フィギュアライズスタンダードのドラゴンボール Z の、人造人間18号になります。こちらの方は、人間をベースにして改造しました人造人間なんですけど、ドクターゲロが作った中のこう一体になっておりまして、17号のお兄さんと、こちらの方が、妹になっております。でここがメーカーで組み立て、完成させたイメージ写真になっておりまして、こちらの方も組み立てた後には各関節が動きます。でいろいろなアクションポーズが、楽しめるようになっております。で中に入っている部品はこちらになりまして、こういった服の部分の白い部品や色のついてないところはシールで再現できるようになっております。あとこちらにもブーツの茶色、あとこの髪の毛の黄色、あと服の青い部分などが入っておりまして、こちらの方は光線技の時のエフェクトパーツなどが入っております。それ用のスタンドがここになってまして、でここにはスカートの青い部品と、素肌のところの、肌色パーツ、あとこの体のところの、黒い部品がここに入っています。でこちらの方は、同じくバンダイのフィギュアライズスタンダードシリーズ、ドラゴンボール Z のセルの、完全体になります。こちらの方もドクターゲロがこう進めてたこう、改造人間の、シリーズになるんですけども、こちらの方は18号と17号を取り込んだセルが、完全体になった姿を、モデルにしているキットになっております。でここがメーカーで塗装を組み立てしたイメージ写真になっておりますけれども、こちらの方はいろいろ関節が動きましてアクションが楽しめるようになっております。でこのセルの独特のこの、体のこの模様の部分は暗い
暗いグリーンと明るいグリーンの方で別パーツになっておりまして、この、まだら模様を再現できるようになっております。中に入っている、パーツがこちらになります。まずはこの足の部分の黄色い部品や、あの体の節などのこの紫色の部品、あと顔の白い部分もありまして、色のついてないところはシールで再現できます。同じくこの紫色のパーツと、この体、手のところの白い部品が入ってまして、でこちらには赤い部品と必殺技用のスタンドが入ってます。でこちらの方にはその、光線技のエフェクトパーツが入っておりまして、でここには、羽やあの体のところの黒い、部品が入っております。でこちらの方が、あの先ほどの体の部分の、あの濃い、あのこう、水色の斑点の部分になるところと、あの体のこの表面のところの、明るい緑色の部品がなってます。このように、この穴がたくさんこう開いてるとはわかるんですけど、そこから先ほどの部品をはめ込むことで、この明るい部分と濃い部分を分けることができるようになってます。こちらも、バンダイのフィギュアライズスタンダードシリーズの、映画版のドラゴンボール、スーパーブロリーに、登場します、スーパーサイヤ人ブロリーの、フルパワーバージョンになっております。こちらのモデルは、完成させたイメージ写真がこちらになっておりまして、これでも組み立てた後には、各関節が動くアクションフィギュアになっておりますので、いろいろなポージングをつけて遊ぶことができます。で中に入っている、部品の方が、こちらの方になります。こういったこう髪の毛の部分の、こうちょっとこうメタル調な、パーツや、あとこの青い部品ですね。で、あと顔の部分で、これがあの、悟空とあの、ベジータ用のちょっとあの、ダメージを受けた時の顔パーツが入っています。で、こちらの方には体に使うシールと、あと胸の部分や、服のところに使う、グリーンのパーツと、こちらが足のところになる、青色の部品です。で、こちらも髪の毛の部分の、部品と、あとこの服の黒い部分ですね。で、こちらが、体の部分の、肌色のパーツやシールなどが入っておりまして、あとこの辺が、こう白いあのこう手や足の部分に使う部品になってます。でこちらの方もあのこう肌色のパーツになってまして、ここもまあ手や腕などの、部品が、こちらに入っております。でこちらのシリーズなんですが、あのこういったあのマッスルビルドシリーズといって、あのこう筋肉のね、こういうあの盛り上がりなどもちゃんとこう再現されたこうプラモデルキットになっておりまして、ちょっとこれは悟空になりますけれども、こういったあのこう関節とかがこういう風に動きまして、こう首とかもこういう風に動きます。足もこう、こう関節とかをこうずらすことによって非常に大きくこういう風に動くようにできますから、こう蹴ったりとか殴ったりとかっていうシーンをこういう風にあのこう再現できるようになっております。でこちらは、バンダイのワンピースの、グランドシップコレクションの、サウザントサニー号になります。こちらのモデルの方は、あのこの横にあるのがメーカーで組み立てた、イメージ写真になるんですけれども、こういったフルハル状態と、あとこの洋上のモデルとなってまして、この海の上をこうそ、走行している、状態と、再現できるようになっています。そしてパーツの方は手でこう取れるようになってますので、工具不要で組み立てることが可能です。そしてこちらの方が中に入っている部品になりますが、ここに貼るあのこうドクロマークや、あと、甲板の、茶色い部品や緑の部品で、ホダノに使う赤い部品や、この頭の、ところの、この黄色い部品があったりとかしまして、で、あと、こちらには大判のシールが入ってまして、これで、船体の色のついてないところは再現できます。で、ここには船体の大きな茶色い部品やマストなどが入っておりまして、でこちらの方には、帆の白いパーツや、その他のこの手すりの部分や、この、首のところのこのドクロマークのパーツなどが入っており、でこちらの方には、この洋上の方を走っているところのこの水しぶきのパーツと、フルハルの時に飾れる台座の方が入っています。で次に、ご紹介しますのが、こちらの方も、ワンピースの、グランドシップコレクションのオーロ・ジャクソン号になります。こちらの方は、ゴールド・ディ・ロジャーの方が、使ってました。海賊船の方になります。こちらが、メーカーで組み立てたイメージ写真になっております。こちら、フルハル仕様と、洋上走行モードとこう選べるようになっております。さらに部品は手で取れるようになっておりますので、工具がいらなくて組み立てられるようになっております。で中に入っている、部品がこちらになります。まず色のついてないところは、シールで再現できるようになっておりまして、甲板などのこの、ちょっと薄い茶色の、部品と、あとこちらの方には、ここに貼るちょっと赤い部品や、装飾の部分の黄色い部品、あとこの船体真ん中にあるこの卵のような部品なども入っておりまして、あとこちらの方には、船の本体の、大きな茶色いパーツが入っております。で、こちらの方には、こう、洋上の、走行をイメージしたナビしぶきパーツと、あとフルハル状態の時に飾れる台、あと、こういった、ここに貼る、シールなどが入っています。
次にご紹介しますのは青島の新製品になります。映画で大人気のバックトゥーザフューチャーに、登場します、タイムマシンになります。デロリアンがベースのタイムマシンになっておりますので、まあ、巷ではもうデロリアンという風に名前で通っちゃっておりますが、まあ、正式名称としては、まあ、タイムマシンという風になります。でこちらがメーカーで組み立てた完成イメージ写真になっております。以前にも出てたんですけれども、さらに今度はそれを、リファインしまして完全にこう新型として出ております。こういったフォルムもさることながら、後ろのこの複雑なメカ類も再現しておりまして、さらにはこの独特のこのガルウィングが今度は開閉可能になっております。それによって内装パーツまで非常にこう緻密に作ってあります。さらには電力がこう足りないものですから、こう落雷を利用しまして、こう電気を供給するためのこの棒ですね、これがついておりまして、あとこのタイムスリップするときにこのタイヤの後ろからこう出る炎のエフェクトパーツもキットの中に付属しております。では中の部品を見ていきますけれども、こちらの方がその部品になっております。こういった細かいこのケーブル類のこう黒い部品がまずありまして、でこちらの方にはさらにその後ろのこう車体とかにこう貼ってついてるこのクリアの部品ですね。あとバックミラーやこの辺が内装のパネルなどの部品が入っております。でこちらには窓などのこう透明パーツが入ってまして、でこちらにはまあホイールとシャーシ、あとこの後ろの方にもこう、メカのこのパーツなどが入っております。でこちらの方が本体の、車体パーツになってます。この後ろのフードの部分がこう切り抜かれておりまして、でこの、ドアのところはこう作った後も開閉が可能できるようになっております。そしてそれがこの、ドアの部品がここに入っておりまして、でここにもこの後ろとかに使うこのメカのこう部品が入っております。でこちらにはこうメッキの部品があって、あとこのシートやあと内装の部品とあとゴムタイヤがここには入っております。でさらにこちらの方にはその先ほどのこの炎のこのエフェクトパーツですね、こちらの方が入っておりまして、あとこれもこう車体の横にこういろいろこう張ってるケーブルや後ろのところに搭載しているこう機械類などの、細かい部品が入っています。そしてあとこちらの方がこう、デカールシールの方になってますので、これでまあ中のこの機械とかのこうパネルドとかにつくこの、メーターやこう ライトっていうんですか、そういったものがこれで再現できるようになっております。そしてこちらの発売と同時に一緒に出ましたのが、こちらの方がそのバックトゥーザフューチャーのタイムマシン専用の、ディテールアップパーツになっております。このようなエッチングプレートと金属製のこういった部品が入っておりますので、こちらを一緒に使っていただければ、さらにタイムマシンの方が引き立ちますので、ぜひ一緒にご利用になってください。で次にご紹介しますのは、こちらは長谷川の新製品になります。こちらの方はアニメや漫画でこう人気のありました、よろしくメカドックに登場します、スバル360になります。こちらの方は、カーチューンショップのメカドックの方で、車用車と使われてますこのピンク色のこう車になっております。でこちらがメーカーで組み立てたイメージ写真になってまして、でこういったシールの方、水天車シールの方も入っております。で中のキットがこのようになっておりまして、こういったバンパーなどのメッキ部品と、あとゴム製タイヤ、あとこちらの、可愛らしいこう、スバル360のこのピンク色のボディですね、こちらが入ってまして、こちらには窓ガラスの透明部品やシャーシー、あとボンネット、後ろのこのエンジンフードなどのパーツや、あとこちらに中には足回りや室内などの部品が入っております。そしてこちらの方が、先ほどの、水天車シールになります。そして次にご紹介しますのは、こちらの方ですね。こちらの方は、クリアブロップの、新製品になります。35分の1スケールの、TB2 の、バイラクタル無人航空機ウクライナ空軍仕様になっております。こちらの方は、センサーなどには透明パーツを使っておりまして、2種類のミサイルが、付属しております。そして飛行状態で飾れる専用のスタンドもキットの中に入っております。では中に入っている部品の方ですけれども、こちらが、こちらになりまして、これが先ほど言いましたこと、飛んでる時を再現できる、スタンドの方になっております。そして、こちらの方が、車体、機体の方の部品が、これ全部一通り、ここに含まれちゃってるんですけれども、機体の部分、羽の部分、で、ここに、クリア部品などが入っておりまして、で、こちらの方には水天車シールの方が入っております。そして、次にご紹介しますのが、こちらになります。こちらの方がタコムの35分の1スケールの、
アメリカ軍の、マーク45 5インチ、62口径モッド4の、艦砲になります。こちらの方はあのタイコンデロガ級のミサイル、巡洋艦やアーレイバーク級のミサイル駆逐艦に、搭載されています、大砲の、キットになっております。一応この、これが、まあ、イラストですけれども、まあ、真横の部分と正面から、こちらが見たあのイラストになっておりまして、で中に入っている、部品がこちらになります。まずこの中のちょっとこう細かい機械類のモールドが入ったパネルと、あとこの、上の方と回すターレットの部分が入っておりまして、で次にこちらの方が横の装甲板が入ってます。でこちらがあのこうターレットにつなぐ部分の下の、装甲板などが入っておりまして、ちょっとこう細かい、機械類の部品も入っております。でこちらには正面 の, あのこう装甲板や中のこの、砲塔が動く軸の部分が入っておりますね。でここにも横の装甲板が入ってます。でこちらの方があの飾るための土台の部分と砲身などが入っています。一応砲身の方はあのこの、まあ、先ほど の, あのプラスチックのパーツも入っておりますが、こちらのアルミ削り出しの砲身も入っています。で次にご紹介しますのが、こちらの方は、まあ、長谷川の、再生産品になりますけれども、中島の、97式、3号の艦上攻撃機になります。こちらスケール72分の1スケールになっておりまして、価格も手頃であの作りやすいキットになっております。一応こちらがメーカーで組み立てたイメージ写真になっております。で中に入っている部品が、こちらになっておりまして、非常にシンプルにあの構成されたあのこうパーツ分割になっておりますので、組み立ても非常にこう作りやすいと思います。こちらの方にはあの、水転写シールの方も入っております。で次にご紹介しますのは、こちらは、長谷川の新製品になります、12分の1のレジンキャスト製の、キットになります。たまごガールシリーズのナンバー43のはずみれいの私服バージョンになっております。こちらスケール12分の1になっておりまして、一応これがあのメーカーで組み立て完成させたイメージ写真になっております。で、瞳の方は中にあの水転写デカールが入っておりますので、こちらを、使用すればあのこう非常にあのこの表情付けが、やりやすいと思います。で中に入っております部品の方が、こちらになりまして、で、まあ、今までのシリーズにも全てそうなんですけれども、ちょうど服のあの部分とかでこうパーツの方を分割したりとかしてますから、部品部品で組み立てただけでもあの後からあのこう接着でこう再現できるようなあのパーツ分割になっております。でこちらの方がその水転写、シールになっております。で次にご紹介しますのはこちらの方ですね。こちらの方も長谷川の新製品になります。こちらの方も12分の1スケールの、レジンキャストキットになります。12リアルフィギュアコレクションの、ブロンドガール、ボリューム10になります。こちらの方はあの水着を着たこの、ブロンド の, あのこう女性の、キットになっておりまして、この後ろの写真があのメーカーで、組み立て完成させたイメージ写真になっております。こちらの方は本当にこうリアルなあの人の造形を、こう手掛けています、このモデラーの造形師の方が作られたあの渾身 の, あの一品になっております。でこちらの方ですが、中に入っている、部品がこちらになります。こちらのキットも部品分割を非常に考えて作られておりまして、部品部品で塗っても後からこう接着して、ちょうどそのラインがこうあの目立たないように、分割されているようにあの工夫がされております。そして先ほどの、はずみれいのフィギュアとかにもあの言えることなんですけれども、まあ、一応あのレジンキャスト製のキットですので、まずはあの離型剤とかをきれいにあの吸性洗剤とかで落としていただいてから、こういったあのプライマーサフェーサーですね、こういったのを使っていただくと、あの色の、食いつきが良くなります。さらには接着の時には、まあ、こう垂れづらいあのこういうゼリー状やはけ塗り瞬間接着剤がおすすめです。で次にご紹介しますのは、これも久々に入ってきたんですけども、あの、室内での塗装 の, あの強力な味方になります、あのタミヤ の, あのスプレーワークの、ペイントイングブースになります。こちらの方はシングルファンモデルになっておりまして、100V の電源であのこうファンの方をこう回すようになっております。でこちらの前のところでこうエアブラシとかで塗装していただければ、あのこちらの方から出ましたこう塗料カスなどはあのここの方に吸い込まれていきまして、上の方にあのこうパイプで、こうなんていうんですかね、こうぐーっとこう出ておりますので、それをあの窓を開けてちょっと外へ出してもらえれば、匂いや粉塵などはそちらの方の外にこう、排出できるようになっております。まあ、表面のところにもあのフィルターはついておりますので、そんなに外に粉塵は出ることはないですから、ぜひこうエアブラシを使って塗装される方はこちらの方をあのご利用になってみてください。ここからはミニカーになります。ミニチャンプスの、18分の1スケールダイキャストミニカー、オラクルレッドブルレーシング、RB19 の、
マックス・フェルスタッペンの2023年モナコグランプリ優勝者になります。こちらのモデルは、去年の、モナコグランプリで、フェルスタッペンが優勝した時の、モデルを再現した、ミニカーになっております。で、こちらの、F1 ですね、もう最近のモデルというのはこうすごくこう全長が、長く、すごくこう、ホイールベースが、こう長い感じになってまして、そして塗装の方はもうこの、最近ずっとこの、フラットな、艶消しの、塗装になっております。で、 F1 もだいぶレギュレーションが変わってどんどんこう形が変わってってるんですけれども、こういったシャーシの方ですね、この、今だとこのシャーシのこの、ところの、板の部分とこのカウルの方ですね、ここのところでも空気の流れをこういう風にも制御するようになっている、もうこのボディからシャーシの方までがもう一部こうウィングのようなもうパーツとして形成されておりまして、このフロントのウィングも非常に幅が広く大きくなっております。さらにはもう逆に今度リアウィングの方は割とコンパクトな、サイズになってきてまして、こちらが小さくなっても車体自体でこうすごくこうダウンフォースをこう生むような、設計になっております。でドライバーの方も非常にこう細かく、こう塗装やデカールの、取り付けがされておりまして、こういったヘルメットの一部こう、メタリック調のところなどもしっかりこう再現しているので、こうコレクションされている方にはもうこう垂涎の一品になると思います。こちらは、トップスピード、のメーカーになりまして、18分の1スケールレジンキャストミニカー BMW M4 の GT3 の、缶ダンバー7万、スタディ BMW M4 の、BMW M チームスタディ、CRS 2023年スーパー GT になります。こちらのモデルの方は、レジンキャスト製のミニカーになっております。レジンキャスト製のミニカーの方は、開閉機能とかはちょっとこうついていないんですけれども、レジンのこう成形することによってちょっとダイキャストではできないようなエッジの効いたこう角がしっかりこう出せるところが一つの、特徴になっております。こうレーシングカーですので非常に、こういった、まあ、エアロなパーツやあとこう多彩なこう、チームカラーの、こう色合い角が非常に、特徴的になっておりまして、こういった大きな、リアウィングやあとこの大きく張り出したフェンダーなども非常にこう見栄えがします。あとこうね、日本なんかでこのゲーム業界なんかではおなじみのこのヨースターなどのスポンサーも、入っておりますので、非常にこの、こちらの方もきらびやかでこう見応えのある、ミニカーの一つになりますので、ぜひこちらの方もコレクションの一つとして加えてみてはいかがでしょうか。こちらは、強小の18分のスケール、ダイキャストミニカーランボルギーニカウンタック LP500R の、ブラックになります。こちらはもうスーパーカー時代から非常にこうマニアの間でもこう話題になっておりますカウンタックになります。そちらの LP500R の方のモデル化したものになっておりまして、このランボルギーニのマークに白いこうラインが非常にこう際立つ、カラーリングになっております。ボディはもう完全にこう真っ黒になっておりまして、でホイールは、シルバーあゴールドの、こう網目状のホイールをセットしております。でリアウィングも取り付けてあるモデルになっておりまして、こういったところにちょっとずつこうランボルギーニのネームなども入っております。ホイールの枠はこうメッキで非常にこう美しくもこう中のフォークの部分もこう、反射するぐらいになっております。で室内の方は、白を基調とした、こう割とシックな感じになっておりまして、黒に相まってこの白いこの室内が非常に際立ちます。でこちらの方は、ダイキャスト製のモデルになっておりますので、各部こう開くようになっておりまして、まあ、ドアからボンネット、まあ、エンジンフードまで開くようになっております。ドアの方は、まあ、カウンタックですのでガルウィングでこう上側にこうグッとこう上がるような、方式の開閉になっており、で一応ライトの方もこの下のところにこう、こうボタンがありまして、これでライトの方はこういうふうに開くことができますので、こういったダンボルギーニのこう特徴的なところも全て捉えたモデルになっております。こちらの方は、TSM モデルの48分の1スケールレジンキャストミニカーで、ブガッティ EB100 の GT になります。でカラーリングは、ブルーになります。こちらのモデルも、レジン製のミニカーになっておりますので、開閉機能とかは、ついてないです。ただし、まあ、レジンキャスト製の非常に細かく綺麗なこうエッジが出ているのがもうボディの形状からでもよくわかります。ホイールもこうメッキのシルバーの美しいホイールになっておりまして、
ウイングの方は、このような立った状態の方を、こう再現しているようになっております。そして、まあ、中のこのエンジンですね、こういったところも、しっかりモールド塗装がされておりまして、こういったところも見応えの一つになっております。この、ブルーの方がね、割とこちらのモデルだと、こう割と基準色になっていると思うんですけど、このブルーの塗装も非常にこう美しく照りがありますので、コレクションするには本当にこう綺麗な、車だと思います。でこちらの方にはこのようにケースの方がつきますので、このようにして飾っていただければこうほこり対策にもなりますし、見た目も綺麗ですので、ぜひこちらの方もコレクションの一つに加えてみてください。以上が本日入荷した商品になりますので、お客様のご来店お待ちしております。入荷した商品はどんどんご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。